はい、ちゃう。亀岡です。今日はですね、えー、前回予告した通りですね、竹花高木さんがですね、今、あの、YouTube 上ですごく炎上してますよね。で、まあ、内容はですね、えー、経歴詐称であったりとか、あとそもそもね、ビジネスそのものが、あの、まあ、至るところで嘘なんじゃないか。例えば別荘であったりとか、まあ、高級マンションであったりね、あとオフィスとか売却とかしてるんですけども、バイア,バイアウトって言うんですけども、で、まあ、ね、年少100億円とか、資産100億円、28歳なのかな。 まあ、あの、史上最年少日本でですね、え、の成功者みたいな形で歌っていたんですけども、まあ、それがですね、全部嘘だ、じゃないかみたいな形で、形で今炎上してるんですよね。で、調べていくと、まあ、結構ね、怪しいんですよ。あの、例えばね、えー、こういったキャプチャーで素材を加工していたりとか、そもそもね、売却の事実が、まあ、 あまりなかったりとか、まあ、調べていくと、それはね、あの、レンタルシェアオフィスなんじゃないかとか、別荘も含めてですね。まあ、こういった形で事実が出てきているんですけども、もちろんね、真相は今調べていると思いますが、これ今 YouTube 上で炎上していますが、まあ、私ね、え、PR 会社とかマーケティング会社を経営してるんですけども、おそらくね、え、今ネットビジネスじゃなくてネットの記事ですよね。であったりとか、文集とかね、あとテレビなども、このネタを追いかけてると思いますね。で、えー、ただテレビとかネットの記事っていうのはある程度、 裏付けが必要なんですね。適当なことやっぱり流せないので、YouTube は個人的にね、まあ自分の感想とか述べればいいですし、まあ本当にね、えー、なんかこう、間違ってましたって言ったら謝罪したりとか、まあ動画をね、消せばいいから済むんですけども、やっぱね、週刊誌とかそういうわけにはいかないので、おそらく今裏付けを取ってるんだと思いますね。で、場合によっては、えー、この竹花高木さんのところにですね、 え、質問状を送って、いついつまでに返答をくださいと。で、返答がなければ、え、これは記事にしようと思っていますみたいな形で、ある程度ね、こう段階を踏んで、まあ、あの質問状を送ったり、裏付けを取ったりした上で、記事にしていくんじゃないかなと思っております。ここまでね、大きくなってくると、やっぱ週刊誌とかね、テレビとか、あとウェブメディアですよね。えー、このあたりってね、あの、ロケットニュースとか、まあ、あの、黙ってはないと思うので、ま、徐々にですね、記事化されていくんじゃないかなと。で、場合によってはですね、え、ー 3年、5年ぐらいになりましたっけあの、ショーン・ケイさんってね、あの、一時期、あの、ニュース番組のコメンテーターにまで、まあ、抜擢されそうになったんですけども、その前にね、文集法が、えー、それは嘘だったみたいな、全部経歴ですね。えー、どこ、どこの大学も出てなかったみたいな形で、すっぱ抜いて、ショーン・ケイさんは謝罪していなくなっちゃいますよね。 あれぐらいの騒動になるんじゃないかなと私はあの睨んでいます。ただですね、えー、なぜ、ま、あ今回大事なのは、なぜそのお金持ちに騙されてしまうのかとか、じゃあ騙さないために、じゃあどうすればいいのか。で、なぜ竹原さんの今回の、まあ、ああの一年の騒動が、えー、まあ、こういった形でですね、炎上してしまったのかみたいなことを私なりの見解を述べたいなと。まあどね、どこまで、どこも述べているような、ま、あいわゆる経歴詐称問題だけをね、取り上げて、 行くんであれば、この番組でね。取り上げる必要はないですし、やっぱりね。お金持ちになるため、もしくはまあ、場合によってはね。株式投資で成功するため、自分の人生のキャリアアップをするために、この情報をどのような形で捉えていけばいいのか、っていうのを今日お話してきたらなと思っております。で、この番組はですね。そういった形で、えー、独学だけで、えー、5億円3億円って形で資産を構築するためのノウハウを提供する番組になります。で、えー、無料でですね。有力の情報を提供しておりますので、是非最後まで見ていただけたらなと思っております。 おります まずはですね、えー、こちらの記事になりますが、こちら、青汁王子ですよね。えー、ちょうど YouTube 番組のあの、コラに貼っておきますが、まあ私もね、えー、全部調べて自分で調べたわけじゃなくて、青汁王子の動画がですね、非常にうまくまとまっていたので、ここからちょっとね、引用させてもらっております。まず一つ問題になっているのが、この、あれですよね、えー、経歴詐称で、えー、元 Google 社員でも何でもなかったっていうのが、えー、一つ問題になって、これはね、竹原さんも認めているんですね。 まあそれ嘘でした、みたいな。実は、あのね、あの契約社員だった。ただ今ね、問題になってるのが、契約社員でも、契約社員でもなかったんじゃないか。まあ外部委託もされていなかったんじゃないか。ただのインターンなんじゃないか、みたいなことが今持ち上がっていますよね。まあそうなると、でただね、その Google のオフィスに行っただけの人になっちゃうので、全くね、あのー、その、なんて言いますね、キャリアにえ入っていない、そのキャリアの中の、 その自分のね、職歴に行ってはいけないことになりますよね。まあ、それを言ってしまったっていうのが一つ問題になってると。で、あとはね、あのー、この竹原さんが、あのー、私もね、あの動画一回ぐらい見たかなと思うんですけども、えー、インドネシカどっかに、あの、別荘を持っていて非常に広い豪邸なんですよね。で、これも、これもですね、あの、実はビラの貸し切りで、といってですね、7万円ぐらいで誰でも借りられる、いわゆる、いわゆるコンドミニアム,ミニアムの、 レン、あの、シェア、シェアベストじゃないかみたいな。1日だけでね、1日7万円で借りられる。それをね、あとはまあ自分のベストのように紹介したんじゃないかみたいなことが、まあ、取り出さされているんですよね。まあ、これもね、えー、もしそれが本当であれば非常に大きな、まあ、なんて言いますかね、誤解を招く表現なんですけども、さらに、リムって言ってですね、えー、80億円か70億円で、まあ、売却をしたですね、えー、会社があるんですけども、と言ってる会社があるんですけども、これも、そもそもバーチャルオフィス、 を使ったバーチャル企業であって、まあ実体は何もないんじゃないかと。で、その証拠にですね、こういった形でリムの海外オフィスって形で、まあ香港とかね、いろんなところにオフィスを展開するロシアとかと言ってるんですけども、全部ね、ロゴマークを 他のね、レン、レンポジですよ。わかりやすく言うと。ただの、レンタル、フォトスタジオで撮ったような、レンポジを、ログを変えてるだけ。もしくは、社員もね、こういった形で、えー、通常あるレンポジに、えー、あたかも自分たちの社員がいるような形で、見せかけてるだけなんじゃないか。で、これ、レンポジにレンポジを重ねてるっていう、もうなんかね、あの、もうわけわかんないですよね、ここまで来ると。で、こういうことをしてるんじゃないかな、というふうに、まあ今、言われて、まあいろんな人が今調べ始めてますよね。 で、それからですね、えー、そもそも、竹穴、えー、高木さんはですね、えー、ハワイ大学を卒業したって言っているんですよね。 で、ハワイ大学ね、あのー、まあ、ショーン・ケイさんもね、え、どっかの一流大学をね、アメリカの卒業したって言って話題になって、その後ね、経歴詐称だって言われたんですけども、このハワイ大学も嘘なんじゃないかって言われてるんですよね。で、もうね、その、ここまで騒動になると、当時のね、え、給油とかね、え、同僚とか、いっぱい出てきますよ。もうね、本当のこと言った方がいいと思いますね。で、なぜかというと、まあ、文集とかお金払うので、元のね、給油とか、元、悪友とかね、 えー、同じ学校にいた人にお金を払って、ちょっと証言してもらえませんかそれでね、あの、吉本エンターテインメントとかね、結構あの、どんどんすっぱ抜かれてますけども、あれはね、ま、ああの、どちらかというと、ハニートラップに近いんですけども、あの人たちは多分お金もらってますよね。出演料とか、あの、まあ、なんか言葉を言うことによってですね。で、そういった方でどんどん出てくると思うんですが、これが実はね、ハワイ大学ではなくて、ハワイにある、う、語学学校だったみたいな。 で、入学費1万7千円の、まあ、語学学校だったってなるとですね、もうあの、大学でも何でもないですよね。語学学校、僕あの、MBA ね、行ってる途中、どうしてもね、えー、英語とかが必要になって、あの、フィリピンの、あの、セブ島にある語学,学校行きましたからね。それをセブ大学って言ってるようなものなので、まあ、ひどいですよね。ここまで、もし本当であれば、ですよね。 まあこういった形で,でも証拠の写真が出てきちゃっていますので、まあ結構あの、本当なんじゃないかな、もう確保を決めた方がいいんじゃないかなと思いますけどね、特にね、文集とか動き始めたらお金を払ってね、えー、情報を獲得していこうとするので、 で、あとはね、こういった形で、えー、プライベートジェットも、実はね、えー、レンタル、ジェットなんじゃないかみたいなことも出てきております。で、レンタルジェットでいっぱいありますので、まあそれをね、えー、ただね、自分のね、あたかもそのプライベート、プライベートジェットのように見せることで結構誰でもできると思うんですよね。まあこういった情報も出てきてますし、結構あの、ね、竹花さんって、まあ若い頃からね、えー、バックパッカーとか、まあ、起業家として、海外をね、またにかける起業家として、起業家としていろんなね、えー、 海外をこう渡り歩いたみたいなことを、まあ、言っているんですけども、実はね、えー、そんなことはなくて <laughs>、東村山市かな、えー、東京のね、ローカルのところが、まあ、ローカルがいい、悪いってことを言ってるんじゃなくて、の出身で、まあ、やんちゃしてたみたいな情報も出てきちゃってます。これ、ますます出てくると思いますね。こんだけ話題になったら。で、こういった形で、えー、地元では結構やんちゃをして、別にね、若い頃から海外を股にかけてないじゃん、みたいなことが出てきちゃってるんですよね。で、えー、まあ、つまりですね、こういった形で、 非常にあの、竹花さんのね、ええーまあ、経歴詐称を一つの、まあ、あの、元ネタにしてですね、いろいろ嘘が発覚されてきております。でも、嘘に嘘をねえ、積み重ねて、多分ね、本人、これ私、まあ、脳科学とか心理学を勉強してるんですけども、本人にも罪の意識はないでしょうね。 で、謝罪会見も、えー、5日ぐらい前にしたんですけども、その内容もですね、笑いながら、あの、騙される方が悪いんじゃ、みたいなところとか、あの、俺みたいなね、若者で成功する人間を叩くのはやめろ、みたいな。あの、ちょっとね、生きっちゃってるんですよね。 生きがっちゃってるっていうのに近いのかな。生きっちゃっていて、現実を見れてないというのは一つありました。現実を逃避しちゃってますよね。これがね、やっぱ竹原さん氏がね、あの、今回その大きな問題になってる。やっぱそれを見てね、心よく思わない人がいますよね。特にある程度隠蔽の人とか、真面目にやコツコツやってきた人にとってみてはですね、これはちょっとあの、捨ておけんな、みたいな。 そういった形で、えー、どん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 それをね、えー、僕でさえね、あの、こういった形で、全く無関係なのに、あの、アップをしてるぐらいなので、あのー、ね、そういった意味では、えー、ちょっとしておけんな、って形で行っていると。あとね、これやっぱりね、竹原さんはね、僕は別に昔からしてるわけじゃないので、本人のね、人柄とかわからないんですけども、 おそらくね、あの、コンプレックスがあるんだと思いますね。自分の、あくまで僕の勝手の想像ですよ。老い立ちとか、自分が学歴がないっていうことに対する、コンプレックスがあった。だから、こういった形でですね、過剰に自分を盛る、演奏する。特にね、学歴がある。自分は大きいんだ。自分はすごいんだってことを、虚言に近いですよね。 っていう形で繰り返しやってきた。それによって自分のコンプレックスが埋められる。で、人から評価されて承認される。承認されるとさらなる承認欲求が高まる。承認欲求が高まるからもう,もう一つ大きな嘘をつく。そうすると周りがすごいと言ってくれるっていう形で、それがね、止めどもなく溢れていって、今この現状に繋がってるんじゃないかなと思います。これ昔ね、あの、考古学の世界でなんか発掘調査をしていて、最終的にはね、 周りに認められたいから自分で埋めてるみたいな事件がありますよね。自分で土器とかを埋めてですね。で、発掘しましたみたいな。正規の発見ですみたいな。で、一,一大代士役所になったんですね。あれ多分、どっかの写真集かね、あの週刊誌か何かが、週刊誌か何か、あの、スクープしたんですけども、まさにあれに近い状態ですよね。えー、まあもしかしたら、僕わかんないですけど、僕もあの、幼少時代そんなに、えー、なんでますね、恵まれた環境、家庭環境ではなかったので、僕なんかは、 あの、今はね、別に感謝してますし、そこに恨みもね、何もないんですけども、あの、例えば小学校1年とか2年の時に、あの、風邪ひくじゃないですか。で、風邪ひいて、もう熱が出て、高熱が,高熱が出たんですね。で、うちの親父が、ま、当時ねあの、ママ母がいたんですよ。ママ母がいて、えー、もうこんなに高熱を出してるんだから、なんか飯でも作ってやるよって、飯とか作ってもらったことはなかったので、って言ったら、そのママ母が、机の上にカップラーメンを置いたっていうですね。 それぐらい衝撃な経験をしてきて、まあ僕でさえね。 そういった意味では、まあ、昔はね、もしかしたら大きな承認要求みたいなのが必要だった。また、ね、承認案みたいなのが必要だったかもしれないなとは思うんですが、まあ、それをね、挫折とかね、えー、人間のこう、苦労をすることによって、えー、壁を一つ一つ乗り越えて、えー、そういったものを克服していくんですけども、この竹原さんはもし本当に28歳、ちょっとね、見た目が28歳に見えないので、さすがにそれはでも嘘ついてないんじゃないかなと思うんですが、28歳だったらですね、 まだ初めてのこう壁にぶち当たって、そういったね、まあその自分への、自分に対する承認欲求、承認愛っていうことに対して、初めてね、あのー、こう、挫折を味わってるんじゃないかなっていうステージだと思いますね。まあ、僕はね、そういった意味では、まあ、僕も昔はね、非常に苦労してきたので、まあそういったものを克服一つ一つしてきたんですけども、まあそういったところで嘘をついてしまった、嘘をついてるんであればね、あのー、ではないかなと思います。ただそれが、 まあ、竹花さんが本来持っている、まあ、なんて言いますかね、トーク力はすごく、すごいので、あの、これを初めて、ね、これを見て、あの、動画を見たんですけども、このね、一年の騒動でですね、やっぱトーク力はありましたね。それが、こう、相乗効果になって、えー、人、正しみたいな形で、人のし、まあ、人心掌悪を高めたんじゃないかなと思いますね。まあ、こういうのはね、まあ、あの、実際にもこう、不幸とね、その、は、書いて魅力的になったりもしますので、 で、あとね、これなんでこういった形で騙されるのかっていうところが非常に大事なんですけども、やっぱね、あの、高級車を見せる人っていうのは、それを見せたいから見せてるわけなんですよ。で、豪邸を見せる人も、そのね、えー、豪邸を見せたいから見せてるんですね。で、プールサイドね、僕よく、あの、笑い話で言うんですけども、これまあ本,本音の話で、プールサイドの本を読む人は、そのプールサイドでね、本を読む姿を見せたいから、わざわざプールサイドの本を読んで、それをわざわざ Facebook で あげるわけなんですよね。で、こういうものを見て、あ、すごいなぁ、なんかあのね、人生の3分の2はね、海外を旅して、旅する成功者なんだ、旅する投資家なんだって、勝手に思い込んでしまって、その人に共振していくっていうのは、ある意味洗脳の一つの手口ですよね。もうね、本当に、あのー、こうだけ言って、こうだけで言ってしまえば、高級車なんかね、あの、フェラーリだってなんだって、今ね、あの、シェアリングサービスで誰でも借りられますからね。あの、 7万とか8万で。で、それを自分のように、物のように取れば、ね、あの、今日は、あの、フェラーリで、ちょっと乗り回してきました、みたいな。成功すると、東京湾のね、風が非常に心地いい、みたいな。皆さんもこのステージまで、ぜひ来てください、って言ったら、おーみたいな。すげーなーみたいな。僕もフェラーリ乗りたいみたいな。でもシェアリングでした <laughs> みたいな。これよくある話ですよ。あとね、豪邸を見せて、あの、皆さんも、僕のね、こういった、あの、こっから見える景色を一緒に見ませんかみたいな。 で、一緒にワインを楽しんで、あのー、成功を一緒にね、えー、グローイントギャザー、一緒にトギャザーしていきましょう、みたいな言って、実はそのレンタルスタジオだったみたいなこともね、あのね、よくある話ですし、これプールサイドね、僕もね、あの別に普通によくね、あのー、モルディブとか一人で行ったこともあるんですよ。モルディブって言ってね、えー、非常に海が綺麗なところなんですけども、で、どうしてもプール、僕は海辺で本が読みたかったんですよ。 憧れていて、一人で森で見に行って、一人で海辺で本を読むっていうのが、どうしてもやりたかったんですね。なん、なんとかな。それが僕が一つね、あの、成功したと言えるんであれば、僕の幸せはそこだったんですね。それを見せびらかすんではなくてね、自分なりにやってみたかった。でね、あの、一人で行くぜ、なった時に、あの、方位ね、僕方位学で、それを今行くべきだって方位学の、瞬間があって、そこでバーって行ったんですね。お金を、まあ、そんな高くないですよ。まあ、 で、それで、あのー、スーツケースにね、10冊、7冊ぐらいかな、本を詰め込んで、すんげえ重いんですけど、もうこの7冊全部読もう、みたいな。あのー、1週間ぐらいに、ね、モルディブ1人で行くので、どうせやることないし、みたいな。モルディブってね、えー、1つの島に1回入ると入島すると、そこから本根出ないんですよね。で、海で泳ぐか、飯を食うか、のんびりするぐらいしか、やることがないんです。あと、お酒飲んだりとかね、えー、3日に1回ぐらい、3日に1回ぐらいある、そのダンスとか、 パーティーとかダンスを踊るみたいな形で、まあ、りは白人とかですけども、ぐらいしかないので、あの、もう本当に読めるだろうと思ってですね。えー、じゃあ、行ったんですよ。で、実際に、あの、こういった、あの、のんびりできるね、あの、海辺のとこに来て、本を広げたんですけども、まあ、読めないですよ。 あの、実際のところ、特に、まあ、プールサイドも含めてなんですけども、特に海辺はね、あの、砂がね、飛んでくるんですよ、バンバン <laughs>。あの、砂が軽いので、こう、開いた途端に、こう、白い砂がね、バン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 こう飛んできて、なんかこう、べちょべちょするし、潮風で、なんかあの、気、なんかでも気持ちも落ち着かないし、帰って。で、結局2、3ページ読んで、ちょ、読めないなと思って、それ以降ね、直さず一冊、一冊も読まないみたいな、その島では、みたいな形のオチがありましたね。で、プールサイドもやりましたね。 あの、タイ、ベトナムかなベトナムのね、ヤンゴンかどっかで、まあ、ある程度のね、ホテルがあって、で、真ん中にプールがあったんです。これも一人で行ったんですけどね。あの、プールに一人で行って、で、お、これなんかすげえな、いいとこだな、と思って。 本を広げるわけでしょ。ちょっと、のんびり見、あの見るか、みたいな。いや、ベトナムもね、男一人に行ったらやることないんですよ、実は。思ったほどですね。で、まあ、あの、もうベトナム博物館も行ってね、ベトナム戦争のやつとかももう見て、あの、まあ、心も沈んだりとか、あと水のね、あの、ベトナムはこう、水で踊る、こう、水芸みたいなのが結構、あの、有名なんですけども、それを見て、ああ、なるほどね、みたいな。で、ヨモトさんの芸も読めないですよね。あんなプールサイドでなんかこう、寂しくなるしね、 で、そういった形で、まあ、プールサイドで本を読んで、読むのはいいですよ。それをわざわざ Facebook に上げてね、あの、今日、今日も、あの、人生の3分の2を旅行で、あの、終えます、みたいな。あの、で、また東京にいついつ戻ってくるので、みたいな。で、その、もう本当にね、これが最後になるかもしれない。だいたい言うんですよ。最後の東京での公演になるかもしれないので、皆さん、あの、ぜひ、参加してください、みたいな。っていうのは、わざわざ、プールサイドに行って、わざとわざ本を広げて、閉じて、えー、終わってると思いますね。まあ、 基本的にはね、人に見せたいからやってるっていうことなんですね。で、こういうのは、まあ、全部、あのー、誰かに見せたい。あとはね、えー、誰かに、まあわかりやすく言うと、騙したい。まあ、大きさに言えばね、あのー、極端に言えば、っていう人、意図があってやってるっていうふうに考えた方がいいですよね。と僕は思います。で、こういうのは騙されないってことが、まず非常に大事です。あの、裏側をちゃんと知って、 情弱って言うんですけども、情報に疎い人っていうのはこういうの騙されちゃうんですよ。まあ、最後にも、どういう人が騙されやすいかってことを話しますけども、僕はね、23歳の時に、ま、メンターがいまして、メンターって言っても別にその、お金を払ってるメンターではなくて、自分が憧れて教えてください、学ばせてくださいって言って、まあ、その人はね、すごく成功してる人だったので、ま、あいいよ、みたいな。お、あの、じゃあ君には、まあ、僕もね、そういった形で若い頃に、あの、誰かに育ててもらって、今の地位を、おとお金をね、あと名誉を手に入れたから、 君には、その恩返しだと思ってその人への、君には教えようって言って教えてくれた人がいたんですね。まあ本当の成功者でメンターになるってそういうことで、別にものすごい体験をもらって教えるというのはちょっとまた違うんですよね。そういうのが本当のメンターだと思うんですけども。で、その人はね、言った言,った言葉で今でもここに残ってる言葉があって、まあ、貧乏人がお金持ちになるから性格が悪くなるのではなくて、もともと性格が悪い貧乏人がですね、急にお金を持って、 それまでずっと抑え込んでいた本性を表して性格が悪くなるって言ったんですね。だその、まあ、貧乏人かどうかは別にしても、お金を持ったから急に性格が悪くなるってことはない。本当のお金持ちだってね、高コ校コチのね、会長とかね、結構まあ非常に人格者だと思いますし、お金持ちは別に性格がいい人はそのままた性格がいいお金持ちになるんですよ。 貧乏人でずっと抑え込まれてた感情をお金持ちになって爆発させる。だから、えー、性格が悪く見えると。だからまあ、もともと悪かったってことなんですよ。性格が悪い人っていうのは。まあ、人のね、性格とか本性でなかなか変えにくいとは思うんですけども、これは結構本質をついてると思いますね。で、今回のね、竹花隆さんのね、まあ、一連の騒動っていうのは、 まあ、あの、特に謝罪会見が良くなかったですよね。あの、論点ずらしってすごくみんなに叩かれてますけども、まあ、確かに論点ずらしに近いんじゃないかなと思います。で、まあ、自分はね、若者でこれから成功していこうと思ってるのに、なんでみんなで叩く,叩くんだみたいな。被害妄想、被害妄想みたいなことを、ま、語ってしまって、えー、むしろね、叩いてるみんなが、奴らが悪いみたいな形で語ってしまったんですよね。で、それによって、ま、さらに混乱を大きくしてしまったな、というところは。 あります。まあ、堀モンに近いのかもしれないですね。で、ただね、ホエモンに嘘はなかったっていうとこなんですよね。で、それで、えー、あの、竹花、高木さんも嘘がなければ、まあ、それをね、あまあ、言ってることは確かにそうだな、みたいな、指示する人もいたと思いますよ。あの、ただ、エモンはね、もちろん、あの、よく一,一説にあるのが、そうは言っても、あの、エモンが何も達,達成していないんじゃないか。例えばね、えー、野球、 野球のね、え、プロ野球の、そのチームを変えて、変えてないし、ライブドアもね、結局潰してしまったし、みたいな。ただ、本もね、ベストセラーになってますし、コミュニティビジネスだってね、あの、あれだけ多分日本最大級ですよね、成功させてますし、あとはね、えー、ライブドアだって一時期100人以上、200人ぐらいの会社に育てましたよね。で、ちゃんと本社もありましたし、まあ、それならね、時価総額にもなったと。 まあ、いろいろね、問題あ,あります、あったと思うんですけども、で、東大もね、中退をしてはいますが、ちゃんと東大もちゃんと入学をしていると。やってきたプロセス、もちろんね、あの、あと、東国もされますよね。東国だって別に一つの、まあ、あの、あの人にとってはキャリアだと思いますね。で、講演だって、まあ、一回100万円で全国でやってますし、で、選挙も落ちますけど、選挙もちゃんと出ますよね。別に、言ってることは嘘に、嘘はないんですよね。僕は、これも嫌いですけど、あの、人の痛みがわからない、 ちょっとあの、人なんだなと思います。それは得意ない意味でですね。ただ、やってることに嘘がなかったので、叩けないですよね。あの、叩ききれないっていうのがあると思います。ただ、この、竹花隆さんの場合は、保冷門みたいな形で言ってるんですけども、大学も違うし、オフィスもなんか、よくあの、レンタル、レンタルオフィスかもしれないし、ロゴも入れ替えてるだけだし、ってなってくると、経歴も違うし、みたいな、キャリアも違うし、みたいな、なってくると、それはやっぱり叩かれますよ。 あの、いくらんでも、同じことをやろうとしてもですね。やっぱ、メッキと、金とメッキみたいなもんだと思いますね。まあ、ホレモが金かどうかは別にしてですね。でそういった意味では、えー、洗脳されやすい人っていうのがやっぱいるんですね。で、いまだに、その、竹花隆さんのね、えー、僕、人の名前は覚えられないですよ、実は。それが僕の,あの特技でもあって。 デメリットでもあるんですけども、あの、なのでね、あの、まだ洗脳されてる人がいると思います。で、例えばね、今でもこれだけね、散々、あの、いろいろ出てきても、なおですね、竹原隆さんは、あの、いい、まあ、嘘はないみたいな。嘘だからいいみたいなことになってる人もいるんですね。で、これはね、一つね、あの、洗脳されやすい人っていうのが、実は特徴があります。どういう人が、 あの、そういったことにこう巻き込まれて、お金を取られたりとか、えー、まあ、いわゆる信仰してしまうか、別に宗教だったらいいんですけどね、してしまうかっていうと、まず社会から隔離されていると、普段から感じている人っていうのは、そういったものに引き寄せられやすいんですね。あと、は人から理解されてないと苦しんでいる人、それから人間関係に悩んでいる人とか、コミュニケーション能力がちょっと低い人とか、あと、情弱な人ですね、情報がない人、あとはキャリアとか人生とか、恋愛とか、 まあ、いじめもそうなんですけども、ということで、人者の挫折に今味わっている人っていうのは、結構ね、洗脳されやすいんで気をつけてもらいたいなと思っております。 そうですね。その、そこにある、その人の、ものすごくカリスマ性に惹かれたりとか、その人が自分を認めてくれるんであれば、えー、僕はあなたを信じますみたいな。で、これをね、共依存って心理学用語では言うんですね。お互いに依存し合う共依存と言います。で、そういうような形になると結構洗脳されちゃうんですね。なので、まあ、あの、まあ、この番組を見てる人の中にはほとんどがね、僕より上か、僕と同じぐらいの世代、もしくは30代のなんですけども、やっぱ20代とか10代の人も20%ぐらい、 いますのでまあ、そういう人,人向けのです、ね、番組も今後は週に1回ぐらい、ねあのまあ、視聴回数が上がらなくても僕は作っていこうと思ってますので、えー、ぜひ見ていただきたいと思うんですが特にねやっぱりその騙されない本当に、えー、と自分でね信念を持って志さえ持てば別にそういう人につかなくてもあの成長していけるのでまず大事なのは志。 なりますだからそれをしっかりと持って、えー、自分自身を成長させてもらいたいなとは思っております。今日は以上になります。それでは高速で GO!